どうもこんにちは、即家塾のこぶです。今回の儲かるお話なんですけども、なんとですね、5万2千円儲かっちゃいましたよ。しかも、50を過ぎて私が、ちょっとした在宅でね、この格好で隙間時間で、えっ、ー、と、その時はね、90分、正確には98分か、そのぐらいだったんですけども、まあ1時間半。1時間半、20代前半の若いね、女性と楽しくお話をするだけで、 この5万2千円もらえたんですよね。まあ、そのことについて今回はね、あの、順を追ってお話したいと思います。まあ、最初に言っときますけども、パパ活ではありません。あの、直接その女性の方とお会いしたわけではなくて、あくまでも、パソコンの画面越しなんで、そんなね、変なことは一切できませんし、変なことはしておりません。でも、ちゃんとしたお仕事をさせてもらって、5万2千円です。でも、在宅でお仕事なんで、特にね、重労働だったり、 なんか特別な能力を使ったりってことはないんですよね。それでは順を追って説明したいと思いますんで、動画の方を切り替えてご覧ください。どうぞ。はい、えー、どうも。そしてですね、画面切り替えてご覧いただいてると思いますけども、52000本当にいただけたんですよ。で、えっと左側にちょっとイメージのイラスト出てますけども、可愛らしいね、髪の長い20代前半の女性とお話をしてもらいました。肝心なのはお話の内容です。ここに書いてますよね。 目玉って書いてますけども、あの、不動産投資のお話なんですよ。ね、資産構築のことを50代になったら結構考えると思いますけども、もちろんね、すでに不動産のお持ちの方、お持ちじゃない方、あまり関係ないです。貯金の残高もそんな関係ないです。ですんで、不動産にちょっとね、興味を持とうかなぐらいの気持ちで、 まずね、面談を受けていただければいいんじゃないかなと思います。えー、それではね、この5万2000円をどのようにしてもらえるのか、その条件について、もうちょっと細かく見ていきましょうか。はい、えー、ご覧いただいているのが、ポイントサイトのモッピーですけども、5万2000円がもらえるよっていう案件です。えー、非常にね、シンプルで、新規ウェブ申し込みのち、面談完了すると、120日程度でお金が入ってますよ。4ヶ月ぐらいですよね。 はい。そして多くの方がもうすでにこの広告をご覧いただいております。昨日だけで5万人見てるんですよね。すごいですね。<laughs> 人気案件ってことがわかるでしょで、ここに条件が書いてますけども、えー、書いてますよね。24歳以上50歳未満の方と書いてます。私が受けたのが半年ぐらい前なんで、えー、まだ49歳ですね。滑り込みで受けさせてもらいました。多くの方がここに該当するんじゃないですか。えー、そして今のところ、 同じサービスを受けたことがない方ですよね。その他様々書いてますんで、この辺ご覧いただいて、申し込んでいただければなと思っております。よく読んでくださいね。はい、ちょっと画角を変えましたけども、ポイントゲットってところを押すと、さらに内側に入っていくことができます。それでは入っていきましょうか。ポチッとな。はい。古い表現でしたけどね。そうすると、この不動産会社のポータルサイトの方に行きます。 検索でこの不動産会社の方に直接行った方には報酬がありません。だから美味しいでしょはい。しかも無料プレゼントついてますよ。失敗しない投資のコツがわかるみたいなのがありますね。はい。で、話を聞くだけですから、まずは。で、ここにお名前記入して、で、年齢を入れて、居住地入れて、みたいな感じでお名前とね、電話番号、メールとか、れ入れるところありますよね。 で、下記の個人情報の目的について同意するのところをクリックしていただいて、送信すると、段取りが整うんでね、あとは待つだけですよってことになります。難しいことありませんので、まずここまでの作業をやってみてください。あとは流れに任していけば、あのー、5万2千円もらえるように誘導してもらえますんでね、はい。で、一つ申し上げておきますけども、これ不動産投資の案件の話を聞くって言ってもね、向こうは仕事でやってますから、何人かに一人は契約決めたいんですよ。 もちろん、あなたが責任を感じて、契約を絶対しなければならないってことはありませんけども、もしね、本当に興味が出てきたら、不動産投資、いろいろと調べてみる。もしくは、まあ、所有してみるっていうところまでお勧めできませんけども、本気で検討してもいいんじゃないかなと。そういうこともね、込みで、あの、今回の面談をね、利用していただければと思います。だから、切り口は、報酬欲しさだったかもしれませんけども、実際に不動産投資で成功してね、5万2千円なんて問題ないな、ね、いれら、稼いじゃえばいいですからね。 まあなかなか難しいですからね、こういうのね、マンション投資。大抵は損するみたいですけどね。はい。まあ、どう出るかっていうのは、もうあなた次第みたいな感じです。あ、ちなみに、報酬目当てということが悟られてしまうと、当然ですけども、報酬が却下される可能性が非常に高いですから、失礼のないように面談をされてくださいね。それでは。はい。いかがだったでしょうか。えー、蓋を開けてみるとね、このマンション投資、不動産の面談を受けて、でまあ、 私が投資家になる候補の、まあ,あ、お客様ということになりますね、立場的には。で、プレゼンするのが、その若い営業マンの女性ということです。まあ、とても感じがいいのと、専門的なことをよく知ってますんで、わかりやすいですよね。で、今でも、その方からは情報をずっといただいてます。だから、すぐにではなくても、まあね、チャンスがあったら、ちょっとマンション投資も考えてみてもいいかなっていうところですよね。まあ、今のところ私の予算と、 意欲に合うものがなかったんで、ちょっとお断りしてますけども、それもね、報酬はいただけますんでね、うん。長いお付き合いになるかなというところでございます。まあ、ちなみにですね、ご連絡をいただいてるその方法はメールですから、特にストレスがかかることはないと思います。訪問をこう受けたりとかね、電話がバンバンかかってたりっていうふうな、まあそういうのはちょっと昔のことですからね、今はそんなの全くないです。すごく、あのー、押し引きが穏やかと言いますかね。 本当に私たちのことを考えてやってくれてるなっていうこところでございます。ということでね、面談のを受けてみてはいかがでしょうか。えー、モッピーのね、ポイントサイト、まだアカウントを作ってない方は動画の概要欄からぜひ作っていただいて、紹介コードも付けておきますので、紹介コードを入れるとお、最初からポイントが入った状態になってます。まあ、それで今回の不動産のマンション投資の面談を受けていただければね、5万2000円がバスッと入りますんで、すごいですよね。1週間分のなんか日当みたいな感じですよね。 はい。おすすめでございます。また次回もよろしくお願いします。